ライブスルーのねちょっと道がちょっと分からなかったんですよね。ちょっともう一回ドライブスルーを出て、こちらのマクドナルドはですね、浜松西インターを出た、ところにあります。あれ、こっちやね、また間違えましたね。ここじゃないですね。かなり危ないですね。なんかジョリーパスタって書いてあるとこ入っちゃいましたね。いやー、慣れてないのでわからないですよね。 ドライブスルーして分かりづれえな、これ。ドライブスルー、ここでいいのかな、ここでいいのかな、ドライブスルー、ここ入ってるかな。これをこういって、あ、向こうですね、向こうに入ってるんですね。全然わからないですね、ドライブスルーの。なるほど、こういうことだったんですね。なんか完全にわけのわからないことをやってしまいました。こういうね、間違いの時はですね、焦ってね、運転すると危ないのでね、もうゆっくりね、もうバックしたり左折したりっていうことをねした方がいいと思います。ちょっとね、喉が渇いたんでね、マックシェイクを一つね注文しようかなと思ってます。マックシェイクのヨーグルト S サイズ一つお願いします。ヨーグルトの S サイズで、はい、ありません。以上でよろしいですか。はい、商品120円です。こちらの前どうぞ。はい、ドラえもんのマークですね、これ。タイ人も大好きなドラえもんです。あ、このマックシェイクは意外と固まってますね。吸ってもなかなか出てきません。喉がね、すごく渇いてる場合はですね、コカ・コーラとかね、
そういったドリンクを飲んだ方がいいですね。飲みたくてもなかなか出てこないですね、これ。こちらの正面に見えるところがですね、浜松西インターになります。割と綺麗なね、マクドナルドだと思います。今ね、こちらのシェイク飲んでるんですけどもね、飲んでみた感想としてはあまりヨーグルトのような風味は感じられません。まあ、ほのかなね、ヨーグルトの感じがします。まあ、もう少しね、溶けてきたりするとまた味が違うのかもしれないんですけども、